8日のパース。戦は1回を。投げてむやす。打2奪三振。渡航リリーフ。西武の昨季のドラフト。1位斉藤大。マサル投手が、オーストラリアで回答。を続けてい。ブ。メルボルン。エーシズに派遣されている左腕は8日敵地で行われたパース比トトのダブルヘッダー1試合目の6回に3番手で登板。1イニングを2つの三振を奪ってな失点に封じ、これで8試合連続な失点となった。メルボルンで勝利の方ほど式の一角を任意されている左腕。この日は1点リードの6回ダブルヘッダーのため7回制3番手でマウンドで先頭打者を空振り三振に仕留めると、自打者を左ひに最後は空振り三振にし止め、寝て無失点でこの試合の役割を終えた。この日が8試合目の登板となった人志藤井は12回を投げて未だ無失点、14個の奪三振を奪い、四球は4つと回答が続いている。